はいどうも、うしみです。先日、カップキンという、カップリンのメイン番組のとあるコーナーで、アンバサダーの方の、一発目の挨拶が、ぼやっとさを挨拶にしていたんですけど、他にも鹿児島出身のタレントさんたちが挨拶に使っているんですけど、これもしかしたら、ご当地、まあ、鹿児島ご当地系でも使ったらいいんじゃと思ったんですけど、そこでさらにですね、ふと思ったんですよ。おやっとさーと鹿児島なまりを武器にしたら強いことをつけられるんじゃねとですね、まあ、普段から私的には標準語イントネーションで喋ってるつもりなんですけど、鹿児島あるあるというか鹿児島県民の方なら多分わかるんですけど、自分では普通に喋っていても実は周りから見たら、いやそれなまってないと言われることがあるんですよね。まあ、それ言われると余計直さないといけないと思って、まあ、標準語のイントネーションを意識すると、まあ、余計ですね鹿児島なまりが強くなるということがあるんですけど、まあ、今までだったらそういうのも恥ずかしかったんですけど、今はですねご当地系 VTuber さんたちが方言とかを売りにしているのを見ていたら、鹿児島もですね、まあ、方言とかだけじゃなくてそのなまりも売りにしていたらいいかなと思ったんですよね。まあそこで思ったのが、まあ鹿児島なまりを売りにしたら受けるのではと思ったんですよ。まああの鹿児島なまりはですね、他の VTuber では見ないと思うんですよ。鹿児島なまりでくっていうのはもう YouTube で見つけた県外にいる県出身の方が見たらですね、鹿児島なまりやだよ懐かしがと言われるかもしれないからですね、これはですねこれで攻めていきたいですよね。